はい、どうもアノチです。よろしくお願いします。プロスペースやっていきましょう。コーダの達人終わりました。明日までだっけ、火曜日までだよね確かイベントの期間が。イベント11日の、15時まで、はい、なんとか間に合いました。すべて終わりました。で、今回は、報酬の S ランク 30% と 10% 引きたいと思います。で、今日10日から開始されたチャレンジカップの報酬で S ランク 10% があったんで、それもゲットしたんで、今回 S ランク 10% 2枚と S ランク 30% 1枚を引こうと思います。今回のあれだよね、コーダの達人は結構まあ簡単っちゃ簡単だったよね。なんか前やった時結構苦戦した記憶があったんだけど、どうしよう、ゴールド引いていこうか。さあ、動画撮ってない時なんですけど、ゴールド引いて S ランクの、阪神横田選手、横田くん当てました。なんとか S ランク当たんねえかな。まあこう 10% 2枚 30% 1枚だから、足せばまあ50、まあ、パーセンテージだからね、まあ、その1枚の当たる確率は変わんないから。あれ、これゴールド、これゴールドだよね。あれ、これゴールドだよね。今俺何引いた、オッケー何引いた今俺ゴールドだよね。残ってるもの 10% 2枚と 30% 1枚、期待しちゃうよ、これ期待しちゃうよ。しゃ、出ちゃうぞ。まあ確率的にね50になるわけではないけども、気持ち的にね、なんかこう当たるんじゃないかって気持ちにはなるよね。あと2枚、 10% もう1枚いきます。いや、いいじゃないの、スタンリッチ選手。ただちょっと使わないかもしれない。あと動画撮ってない時に、ミキサー使って、中日の大野選手を、当てました、ピッチャーので。先発ネーマー使ってて、先発の枠は埋まってんだよね。よかったね、ゴールドで引いといてゴールドで引いといてよかったね、よかったねどうしようかな、ミキサーかけようかな。3もあるんだよね。ちょっとなんで一回スタンリッチ選手の能力を確認したいんだよね。いいや適当出るからね、こういう時に何か面白い選手が当たってくれれば。このあれだよね、笑顔が見れるという。さあ来い、井口選手2回目2回目だよ。はい、ということで、ある意味運いいだろう、ある意味運いいだろう。ゴールド契約書で S ランク、よかったよ、出てよかった。よし、終わりますか、終わりましょうか。明日から何来るんだろうね。明日の3時からまたすぐイベント来るのかな。水曜日とかかな。1日ワンクッション挟むのかな。ちょっとわかんないけど。はい。とりあえず、ある意味、良かったという結果になったんじゃないかなと思います。そんじゃ、終わりましょう。終わります。バイバイ。